っても暑いです。めちゃめちゃ暑いです。何度あるんだろうね。あら、ブロンプトンです。 2×3 か。23、いいやつや。これも 2×3 ね。ジムハンドルよりこっちの方がいい。なんで？滑らかな。え？こっちの方がやっぱ扱いやすいかな。ジムより。ちょっと違うんやな。分かったけど、ここやレバー、レバーここにあってさ、多分こっち、これ。これするとこうや。おお、簡単。慣れてないからあれ。簡単。そうだ、うん、ガチャーン。あえて見える方、あちらって入りましたっけ。はい、入りますよ、はい、じゃあそっちにちょっと入れつつ、なんか特殊なんで、やっぱこんなでかいの折りたためるんですね。ここバッテリー入ってるんですね。入ってます。電動なんです。これ電動なの。これで E バイクですよ。そう、かっこいい、かっこいいな。これこんなでかかったんだ、ね、ヘルメットのバイザーしよう。でも上がるの。はい、行きますね。すごい。あ、これがいいかも。俺多分その段階でプルプルしましたさっき。こうでしょうね。あ、大丈夫です。筋トレや。メイト、ホットバイクやん。これ砂浜走れるで。4.0。芸能人がめっちゃ買ってるやつね。はい。はい。お願いしてもいいですか。もう少し内側入れます。はい。はい、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 これ妻がついてる。妻がついてるお風呂用。かっこいい。なんかおしゃれなパパって感じ。ちょっと足短いな。でかいなこれ。ここはシメント感でいいんか。これはピンケ。Eバイクなんだけど電源入らなくて、こういうバイクと一緒でこう鍵が差す場所あって、ここ回すと多分つくんですよ。ちょっと見せてくださいね。電源電源。でもよかった。すげえ、なんかもうちょっと見づらいと思うんですけど、
アシスト3456、5まであるわ、アシスト5。とりあえず見るだけでもおしゃれで可愛いよ。あー、すごい。あ、でもパンクだけはさしちゃいけないですね、大変すごい。ディスクブレーキやからすげーブレーキ効くし、サスペンションやから乗り心地もすごいの。もともと太いタイヤだから、もう多分こんな砂浜もね、やろうと思ったしで。一回車道で撮って最初ね、あの足引っかんの、いきなり引くとびっくりしちゃうから、ここ一旦4分の1回転踏んだ時にグッて行きにくい。絶対こことか出してもらって、さっきのグラウンドみたいなところ出してもらって、さっきの場所よかった、走り心地がめっちゃいい。フロントで走らないとパワーがありすぎる、1にしないと。シガスペッカーは、はい、でもこれでオンにすればもう出ます。あ、電車をこっちに持ってきて後ろみたいやわら、ちょっと日段階調整みたいな、この開き具合、幅広いバージョン。自転車大好き楽しいみたいな感じです。